太陽の石と同じで月の石の前にモンスターがいるな。行くぞすぐ。お兄ちゃん。クエストクリア。絶好調だよ。これで月の石もゲットだな。こ
石も綺麗だったけど、こっちもすごく素敵だな。そっか。お兄ちゃん、なんでそんな遠くにいるの？前回の失敗を生かして。前回の？ああ、太陽の石をゲットした時のこと？なあ、妹だからってあんまり気を使わないのも考えものだなと思ったんだよ。だからもう少し女の子として接した方がいいのかと思ってさ。そんなこと考えてたんだ。あ、すぐ。もっと近づかないとちゃんと石が見えないでしょ。だからってそんなに顔を寄せなくったって。お兄ちゃんとくっつくの嫌じゃないよ。え？さっきはいきなり至近距離にいたからびっくりしただけだもん。なんだ、よかった。でも嬉しいな、お兄ちゃんが女の子として接してくれようとしたなんて。結局どっちの方がいいんだ？どうしよっかな。そんなに迷うものなのか。というか、いつまでくっついてていいのか。じゃあどっちも。まったく、すぐは欲張りだな。ダメかな。できるかどうかはわからないけど、努力してみるよ。お兄ちゃん、ありがとう。あ、さて、月の石もゲットしたし、一旦町へ戻るか。準備を整えてから邪神がいる場所へ行こう。そうだね、できるだけ早く行ってあげよう。必要なことはあるかしら。他にやりたいことはいつでもいらっしゃいな。うん、何か欲しいものがあるのか。いらないアイテムどんどん、いらないアイテムどんどん、ありがとな。いらないアイテムどんどん、ありがとな。いつでも来いよ。お兄ちゃん、早く苦しんでる邪神のところに行こう。ああ、そうだな。この石板に太陽の石と月の石をはめれば何かが起こるはずだ。なんか緊張してきちゃった。俺がはめようか。いい、自分でやる。それじゃあ石をはめるよ。えい。石板が光り出したな。これから何が起こるんだろう。あ、邪神も光ってるよ。本当だ、光がどんどん強く。消えた。
お兄ちゃん、あれ邪神が女神に変わった。え、どういうこと。元は女神だったの。妖精たちよ、ありがとう。私はアース神族の女神エイル。私を邪神の呪いから救ってくれて感謝します。あのまま呪いが続けば、徐々に精神が蝕まれ本物の邪神になっていました。太陽と月、その二つの光をあなた方が取り戻してくれたおかげで呪いから解き放たれたのです。本当にありがとう。いえ、呪いが解けてよかったです。お二人ともう少しお話をしたいところですが、私は主神オーディの妻フリックに仕える身。これから彼女の住む宮殿に戻らなければなりません。あなたは。俺？フリック様のご子息である今は亡きバルドル様と瓜二つではないですか。え？フリック様はバルドル様を失いひどく落ち込まれています。あなたを宮殿にお連れすればフリック様は大層お喜びになるでしょう。早速宮殿へ向かいましょう。ご案内いたします。え、俺だけなのか。ええ、きっとフリック様はあなたをお求めになるでしょう。さ、こちらへ。ちょっと待ってよ、お兄ちゃん一人を連れて行く気？私はこの方をフリック様のもとへお連れしなければなりません。バルドル様に代わりフリック様を癒すことができるのはこの方だけですから。それはダメ。すぐ。お兄ちゃんは渡さない。お兄ちゃんはバルドルの代わりじゃない。私のお兄ちゃんなんだもん。すぐ、エイルは NPC だからそんなこと言ってもわからないと思うぞ。それはそうだけど、お兄ちゃんを一人で行かせるなんてやっぱり嫌なの。そうですか、それでは仕方がありません。え？おそらくフリック様も無理に連れてきたのではお喜びになられないでしょう。諦めてくれるの？お二人からは深い愛を感じます。それを引き離すなんて私には到底できません。愛？しかし私はお二人に命を救っていただきました。そのご恩を返さなければなりません。フリック様の住まいベンサリル宮殿にいらしてください。存分におもてなしいたします。いずれこちらからお迎えに上がります。ああ、わかった。こちらこそ、またお会いできることを楽しみにしております。消えたな。とりあえず邪神じゃなくてエイルさんは解放できたんだよね。ああ、まさかの展開だったけどな。しかし残念だったな。エイルについていったらレアアイテムがもらえたかもしれないのに。あ、でもすぐ置いていく流れになってたみたいだからな。俺一人がアイテム独り占めなんてしたら怒るか。そういう理由で引き止めたんじゃないもん。お兄ちゃんが一人でどこかに行っちゃうと思ったらすごく嫌だったの。そっか、エイルも納得してくれたみたいだし行かなくてよかったな。うん。それにしても NPC のエイルがすぐの言葉を理解するなんて驚いたな。一生懸命伝えたから気持ちが届いたのかな。そうかもしれないな。ねえお兄ちゃん、勝手にどこか行っちゃダメだよ。ああ、どこにも行かないよ。ちゃんとすぐのそばにいるから。うん、これからも
一緒に冒険しようね。ああ、よろしくな。お兄ちゃん、エイルさんからメッセージが届いたよ。ああ、俺にも届いた。 NPC とはいえ女神からメッセージをもらうなんてなんだかすごいな。助けてもらったお礼をしたいのでフェンサリル宮殿に来てください。だって行こう。お兄ちゃん、お待ちしておりました。あ、エイルさん。我が主、フリックの宮殿にお越しいただきありがとうございます。私が宮殿をご案内いたします。ありがとうございます。すごく豪華な宮殿だな。なんか目がチカチカするよ。本当、こんな建物がスバルト・アールブヘイムにあったんだね。食事も美味しそうだよ。北欧の料理なのかな。この料理はお二人のために作ったのです。存分にお召し上がりください。わーい、何食べようかな。全部美味しそうなんだよね。ああ、珍しい料理もたくさんあるしな。よし、全種類制覇するか。外とばかりに食べたもんな。お二人とも楽しんでいらっしゃいますか。はい、今日はありがとうございます。お二人へのご恩を考えればこれでも足りないくらいですが、喜んでいただけたなら幸いです。やっぱり来てよかったな。エイルさんもいい人だし。前はあんなに渋ってたのにな。あれはお兄ちゃん一人を連れて行こうとしたからで。そろそろ踊り子たちの舞が始まります。お二人も一緒にいかがですか。え、踊り。お兄ちゃんダンス苦手だもんね。でもせっかくだから一緒に踊ろうよ。どうしよう。実はあなたにお礼ってお願いがございます。ん？何ですか。フリック様が一目あなたにお会いしたいと申しております。フリック様は今日の日を心待ちにしておられました。ぜひこの機会にフリック様にお会いし、そして一曲踊って差し上げてください。え、あの、ちょっと。お兄ちゃん、ちょっとこっち来て。あ、すぐ、いきなり俺の手を引いてどこに行くんだ。やっと止まったか。ここでいっか。いきなり宮殿を飛び出してどうしたんだ。お兄ちゃんが誰かと踊るのが嫌だったんだもん。え？ねえお兄ちゃん、さっきの続きしよ。続き？ダンスだよ、ダンス。ねえ、ちょっとだけでいいから。こんな素敵な夜空の下で踊るなんてもう一生ないかもしれないよ。わかった、付き合うよ。ありがとう。って言っても
空中で踊るのか？地上より難易度が高いような気がするんだが。大丈夫、お兄ちゃん随意飛行だってすぐできるようになったんだからさ。まあそうだけど、飛行とダンスは違うんじゃないか？それじゃあ空中で踊るコツを教えてあげようか。コツがあるんなら知りたいな。ズバリ楽しむことだよ。ちょっとお兄ちゃん、なんで呆れたような顔するの？全然参考にならないなと思って、もっと具体的な技法があるのかと。ホバリングしながら横移動するの。なんだ、ちゃんとあるじゃないか。こうか。あっ、こっちに突っ込んでこないでよ。ごめん、思いのほか制御が効かなくて。難しく考えるからだよ、私が補助してあげる。行くよ。大丈夫だよ、バランス崩しても私が受け止めてあげるから。ああ、ゆっくり横に。おお、こんな感じか。あ、そうそう、なんだ、お兄ちゃん上手いじゃない。ああ、飛行の練習だと思うとうまくいくような気がするな。少しずつだけどコツもつかめてきたぞ。意外と楽しいもんだな。予想してたのとは違うけど、楽しいならいっか。あ、流れ星。え？お兄ちゃん、早くお願いしなくちゃ。ああ。すぐは何をお願い事したんだ？教えなーい。お兄ちゃんは何お願いしたの？すぐがずっと仲良くしてくれますように。え、何それ。せっかくこうしてまた一緒に VR 世界を旅するようになったんだ。これからもずっとこうして隣で笑っててほしいなって思ってさ。そんなの当たり前だよ、私がお兄ちゃんを嫌いになるはずないじゃない。すぐだから、お兄ちゃんの願い事は叶ったも同然なんだからね。そっか。さて、俺の願い事は教えたんだ。今度こそすぐのを教えてもらうからな。あ、見て見てお兄ちゃん、東の方が明るくなってきたよ。もうすぐ夜明けだね。あ、おい、すぐはぐらかしたな。早くしないと置いてっちゃうよ。私の願い事、そんなの決まってるよ。大好きなお兄ちゃんとずっと一緒にいられますように。お仕事ごめんなさい、今は何もないみたいです。またいつでも来てくださいね。